お疲れちゃんです。スラットです。負け作、ここのカメラやっていきたいと思います。さあ、もうなんか連打しちゃいますか。ポポ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 ポで、これはちょっと温存してます。ポーン。はい、ということで、前回ね、最強デッキを生んだので、この高回転コカッちゃんですね。はい、プリンセスもゲットしましたと。まあ、いうことで、もう今日はね、これでもう、ボッコボコに2000いきたいと思います。さあ、もうということで、もうさっきまでね、CRL 予選ですね。まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、今、まあ、クララリーグ個人戦がね、こう、陰でね、行われてるんですよ。で、まあ、朝5時から大会なので、もう、わざわざ起きてよ、朝5時に。やって、結構いいとこまで行ったのに、もう、ね、悔しい負け方して、も機嫌がね、ワルスなんです。はい。今の僕は機嫌ワルスで、ちょっとその怒りをね、はい、今日はこの間にぶつけていきたいと思います。うれっさあ、ということで、2レベル的には、どんどんかな。はい、ゴブリンバレル飛ばして、ファイブを打って、勝ち角。いや、バカ入る。にゃーん。にゃん、バーバーが残ってる。さあ、もう負け策で、もう多分俺が強すぎて、負けないっすね。負けたらこの削除なんですけど、多分これ削除することなく終わりますね、この企画。残念ながら。よいしょ。さあ、前田のホグも6とも舐めてるんか。課金しなさい。はい。足んない。6でね、このレベル8の私に勝てるわけがなかろう。さあ、これ大きいですね。これでもうキング起動みたいな。あー、そんなおしゃれなことはできないか。しっかり守っていきます。あー、で、これもう延命したい。延命したいけど延命できないよな。と思いながら、延命は無理でしたと。さあ、逆サイバルに投げて、まあ、さすがにこれザップだったんで、パン！オッケー、折れていく。まあ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 。本当にもうね、ユニレベがもうクラロアパスがね、価値が高くなったというか、なんて言うんだろうな。マジクラロアパスって、全部の報酬受け取ると、マジで1万超えの価値があるんですよ。600円で。そう、だから、本当になんか課金するね、そう、お金的にもちょっと苦しいよって方とかも、まあ、クララめっちゃやっちゃうんすよって方とかは、本当に、クララパスだけでも買っとくだけで、すごい成長します。はい。マジで、パス、こんな豪華なことあるっていうぐらい、クララのパス豪華なんで、ここにね、スケルトンを挟んで、バルキリーまでも延命してあげるっていう。そう、でもクララパスでやっていけるんですよ、クララって。優しい。こんなゲームある？よいしょー。いやー、勝ちましたね。で、プリンちゃんが、さあ、もうなんなら落としてくれ。20秒。いや、マスケぶっ刺さり案件。にゃー、やめてー。ちょっとだけ残られても、一番困るのはあなた。さあ、まあ、ザップで止めたとしても、入っちゃうんだよね。オッケー。さあ、ノーダメですね。もうノーダメじゃなきゃアカウント削除ぐらいね、やんなきゃね、もうね、はい、勝ちですよね。まあ、呪文はもちろん除いてね。さあ、1800。まあ、今はね、この高回転枯渇使ってるんですけど、最終的に枯渇を使おうとはね、思ってないんですよね、ぶっちゃけ。そう、どうなんだろう、4、5000になって枯渇って。なんか、そんな刺さんないイメージがあるんで、結局、ラボとかゴレとか、総合的に考えるときにね、その今は枯渇だけど最終的に、お前やばいだろ。どういうこと？レベル10マスケ。いや、だマスケガチで強いから、俺もレベル10ぐらいにしたいんですよね。うわ、やべえの来たわ、今回。ガチで強え、ユニレベ。えぐいわ。本当に。笑えないっすね。これに関してはガチでやばいっすね。スライム使ったんで、タレベ8だもんね。またあれがちゃ全然。さあ、野菜て。いや、やばいね。化け物だ。ユニレベが。さあ、ガチで高いやつ来たっすね。いやー、マジで。スケでベビドラを2回受けしながらのプリンで、頑張るんですけど、いや、これでも多分結構痛いんだよね。1、まあ、2発で済んだのか。じゃあ、入れなかったな。うん。いや、なんか全部過剰防衛しないといけなくなりそうで、なんか嫌っすね。さあ、これでも、このマスケで、やばい、逆サイバスケも受けたかったな。え、待って、これマジでやばいよね、多分。俺、これで負けたら本当にどうやって隠蔽しようかな。隠蔽方法募集。ガチで。だって API で見られるんだよ。危ねえ、これ。耐えたらマジででかい。本当にでかい。API で見られる。どうやって API を乗っ取ればいいのか。 API 乗っ取ってぶっ壊して。無理です。いやー、ガチで怖い。同サイドやだな、まあ、プリン貯めていくか。さっさ。なんかまあ一つありがたいのは、その特別めっちゃうまいやんっていう香りはしないですね。っていう言い方するとあんま良くないかもしれないんですけど。まあまあまあ。体感ね。ユニレバー高いねっていう。ミニペが右かな。甘えたのは延命させていただきます。甘えたのは延命で。さて、プリンも出しながら、あー、キャー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 。いやー、でかいね。怖いね。ほんとに。なんならここもね、わざわざ延命する必要ない延命もしてあげてね。いや、プリンちゃんいいね。さすがに枯渇のプリンね。やっぱ強いね。オーケー。急に来るね。急に。タワーレベル8でレベル10って潜んでるね。俺も潜みたいね。タワーレベル7でさ、もうユンディレベル13みたいな。いっちゃう?さあ、バルーンとクロス。まあ、持ってないんでバルーンかな。絶対使わないけど。いやー、秘伝書はね、なんでも1レベル上げれるから、マスキが9になってから10にするときに使いたいな。今20枚もう使ってるんだよね、ワイルドカード。そう、もったいなくなっちゃうんで。さあ、ボストレイナー。ザ・ハンター。いや、内側だ。やっかい、それ。あのマスキは、ファイボタルでは飛ぶけど、ファイボでは飛ばないっすね。なんで。いやー、嫌だな。ここで宝石使うのちょっと悪臭ですけど。うわぁ、ディガね。うわ、でも、キングディガできそう、これ。マジで。あー、してくんないか。これなんかダメージ勝ってる。俺なんかしたっけ?なんか流れたんだ。最初に。まあ、なんかが流れたのか。バレル飛ばしたっけ?覚えてねえな。やべえ。飛ばした気がすんな。さあ、タルー。まあ、ネイクロ。まあ、一旦バレー飛ばしてね。で、これ、ザップとかだったら終わるっすね。にゃんにゃん。いやー、バレル強え。このトロタイやばいっすね。壊れっつったね。えい。もう怒ってんね。これ低めで受けてウィザードの範囲が入らないようにしたいですね。いやー、なんだ俺のこの芝プリンは。ガチの芝。いやー、勝ったかな。ちょっと怖かったけど、これ、バルキリー差し込めば延命できたっすね。よし。よし。いやー、ウルトラ持ちでもいいな。普通に欲しいよな。ウルトラマジで普通に欲しい。あれ?俺、ウルトラ持ってる。持ってるわ。いたわ、こいつ。え?俺やばいこと言ってる?いや、もう一手欲しいだけだ。さあ、これでね、相手が何もしてこなかったら、まあ諦めたってことですよ。さあ、諦めないですね。諦めないのはまあ大事ですからね、やっぱ。さあ、ウィザードずるやないかい、それ。キングおらしてくれや。あ、しまいプリン。プリンプリン。さあ、ゴブリンバレル飛ばして、プリンでフィニッシュ。オーケー。さあ、ウルトラ、今はね、僕、ウッドディガープリンしか出ないんで、まあ、後々考えるときに、どれ使うってなったら、どれも際なんですけども、ウッドはちょっと欲しいよね。あ、1950でウルトラもらえるわ。だからメガナイト行ってから開けたいね。そう、2000行ってからウルトラの箱開けたら、メガナイトも出るかもしれないんで、メガナイトはね、ガチで欲しい。これ、バルキリーの子メガナイトにしたいもん。マジで。さあ、メガナイトデビューしたいな。何にも負けないや、メガネ手に入れたら。もう俺。うわ、待って、一回黙るね。プリンセス12。寄ってます。この中に、プリンセスが10だからって、寄ってるやついる。バルキリー何なんだなんで落差がすごい。当番はおいらが守るぜ。おりゃ来年やなんかいなくなっちゃった芸人対戦からなんで電波か親かママが起きてきたんじゃないあなた。さあママが起きてきたようですね。朝ごはんしっかり食べてね。おむつ汁残しちゃダメよっちゅう話。オーケー。いや、せっかくなら戦わせて。初手プリンセス18枚やっておいての。ね。まあまあまあ。いや、全然いいんだよ。ありがとう。やっぱ負けるの嫌ですから、勝ってなんぼですよ。どんな勝ち方でもね、いいんですよ、勝てば。知らんけど。にゃん。3900!比較的順調ですね。さあ、エルク。さあ、ミリペッカ来る。おーい、穴がちょっと早い。ちょっと早めの読み穴目をしてくる。積極的ですね。はい。8枚ミリペの矢の字、俺も積極的に活かしていただきます。矢波使ったんだね。レベル6だ。ってことはガチでうまいってことやばくねだってレベル6でこんなとこさ、いるってやばいっすよね。だって俺でレベル9だよ。9とか8やで。連盟してえな。もう、このプリンで試合を終わらしたいんだよね。お願い、お願い、やめて！オッケー。いやー、さすがに穴打ってくんのかな。いや、マジ、このプリンで試合を終わらしたい。さあ、で、これは、もう8枚バルキリーをやって、3コスのガゴなんで、これで1で2で、3ぐらい貯まるんですよ。で、ここに3コスの何かを出した瞬間は、矢なめのコストがないんですよね。そう、だからこれには矢なめが打てなくて、ダメージが入って、遅れて矢なめなんですよね。はい。すごくね、俺。結構すごくね。これは、まあ、とりあえず、なんだろアーチャー、チレ。おいいい方が散った。で、ここなんか出てくるから、蓋して、なんか出てこい。なんか出てきたら俺の、にゃーん出てもんのかい。さあ、オッケー。ナイスシーバー、ファイボール、レッツゴー。いやー、いいね。マジで、今日2000秒かね。さあ、あと2勝で2000なり。バルカン。で、取れでもないので、このトロ隊はね、基本的に、ウッディーあなたローリングウッディー持ってんじゃん。どうしようかな。まあ、一旦確実にね、持っていきます。いや、ウッド普通に強いからな。墓石剥げちゃうんでね、やっぱ。さあ、高めマスケで墓石を壊せることを知ってるのは、普通はね、そんないないですからね。さあ、端前プリン、削ってくちょっとレベル高いね。ネクロ9か。ネクロというか、このスケーの9レベルが安っすね、普通に。スケーの9レベルが。いや、馬俺、防衛。ガチ。ウッドはいやー、このマスケはね、もう衝撃っていうか、殴るのが早いからね。壊れなんだよね、マスケが。いや、てか、ディガーも、ウッドも持って。ずるやないかい。さあ、足前プリンで削って、こっちにウッドを使うから、こっちのね、ゴブリンバレルが刺さってくんだよね。すごい、俺。マジね、こういうのをね、言うとね、だから、いつもすごい言われるんですけど、いや、すごい言われるわけではないね。たまにコメントで、ラッツさんって後取りですかみたいな、その声を入れてるっていうのかなって言われるんですけど、僕後取りしたことないんで、本当に。その、後取りは解説の時ありますよ。その、リプレイ解説みたいな時はリプレイ見ながらなんで後取りですけど、もうね、全部これ、喋りながら今ゴブリンバレル飛ばしてますから、本当に。さ、後取りじゃないんでね、それだけちょっと言っとかないとなんかね。あとまあ、後から解説してんだから、それなんかね、ある程度できるやんみたいな言われるのも違うっちゅう。さあ、防戦金を置いて、あれはね、男の許容侍のタルババで、この間に攻めちゃうなんていうおしゃれなことをしたいが危ないんで、バルキリー。で、ウッド使ったらこっちのプリンちゃんがね、で、こっちにマスケまで延命出してあげて、もう、こっち飛んでもらって、ぴょーん。やばい、これ、マスケが、いや、マスケマジで頑張れる。お前やるやんけ。で、こっち延命して、でもこのプリンちゃん、俺今日さては、暑いね。さあ、プリンちゃんが気づけば溜まっちゃうっていうね。これいいね。しかも結構高回転なのもね、やっぱ安定してるよね。よし、次勝てば2000かな。あ、今これで1980ぐらいだと思うんで。で、あ、てか、ウルトラレア宝箱は、あれかな、ウルトラ、もう確定なんだっけ、その、確定、確定は確定なのよ。ウルトラレア宝箱なんだから。その、あれ、もう、トロフィー関係なく出る、だって気がするな。そう。今僕、ウルトラのアンロックが、まあ、プリンとウッドとディガーなんですけど、ウルトラレア宝箱は、その、それに問わず、マザネ君も出るし、まあ、アジアちゃんも出るし、何でも出るみたいな、本当に、トロフィー4000アンロックのやつも出るみたいな、じゃなかったっけ？俺の変なね、その、覚え方じゃなければ、多分そうだった気がするんですよね。そう、だから、普通に何でも出る。ウルトラ13、4枚ぐらいあんのかな、今。わかんないけど。多分何でも出るんだった気がするけど、どうすか、うん。たまに嘘つくからね、俺も。つこうと思ってない嘘ついちゃうんでね。さあ、まあこれは樽で守るか、プリンで守るかなんですけど、まあ樽でいいか。さあ、転がして、まあこれはプリンで、ええ感じにしばいてもらって。いや、プリン強いね。で、今回マスケダークプリ。まあ、同レベルですね、2レベル。まあ、ウィーサちょっと高いのか。でも俺ももうすぐ全部9にできるからね。全9にしたら、ガチで強そう。いや、もう強いんだけどね。テーペロ！えぐいこいつガチでキモいっていう意見がね、ありそうで、怖い。にゃん。さあ、で、樽で延命しながらの、これ左サイドにも形組んでいきたいね。いやー、バレル無視されると、あー、エリクサーのリードそんな取れてないので、とか思ったらね、スケブ使ってくれましたね。うん。まあ、これはおとなしくファイボール守るか。僕の反応が良ければね、バルキリで刻めたんですけど、ちょっともうおじいちゃんでしたね。ちょっと、うん。これ、スケだけで守れんのかな？マスケも使うか。うん。いや、ウッドとかじゃないからね。読みウッド転がしたりとかもできないと。いや、ノーダメいけるっすね、ガチで。まあ、10問ぐらいは食らうかもしれないんですけど、てかまあ、許容しないとね、勝てない時も出るけど、そんなのも考えなくてもいい場合もある。やばい！いや、ガチでこのプリン延命したかった。本当に。うわぁ、プリンセス延命できねえやつはね、ダメだってね、みかんさんが言いそう。ごめんなさい、みかんさん、勝手なこと言って。100年先まで延命するっつっただろうがい！よいしょ。さあ、まあ、ゴブリンまで飛ばしてね。プリンセスはね、もうクララで唯一延命しようと思えば無限に延命できるからなんですよ。もう3分間この場に出ることも可能なんですよね。そう。っていうカードなんで、なんかいかにね、延命できるかとか、まあ可能性があるっていうんですか？カードの。ね。さあ、フィニッシャーですね。よっしゃ、2000。これウルトラ宝箱開けるか。一応メガライトが出るようになったんですけど、多分関係なかった気がするね。全部出るはずだと思うので。さあ、2007いいんちゃう？順調ちゃう？いきます！真面目に欲しいのは、マスケイン、マスケメガライトインドっすね。はい。格上にやっぱ勝ちたいっていうので、メガナイトインドラ欲しいね。まあ、ゴーストいうのとかは好きだから許せるけど、まあ、ランバーもか。ワンチャン格上に戦えるけど、まあ、それ以外出たら、本当にぶん投げ案件。さあ、いきます。ガチで頼む。本当に。マジ、プリンセス来たら本当に。そういう感じ？あ、そういう感じか。あ、ワイルドカード。あ、じゃあ何でもねえ入るってこと？そういうこと俺の楽しみなんか返して。そういう感じ？あ、そういう感じか。一番つら。